おはようございます、ケンです。今日はテスラに関する最新の動きから4つのテーマを一緒に見ていきたいと思います。特に注目なのが、テスラの自動運転 FSD が日本のメディアに高く評価されたという話。これはただのテックニュースではなく、日本という非常に特殊な市場でのブレイクスルーを意味します。そして中国でのモデル YL が 事実上完売状態に。納期はなんと2025年12月まで。これは一時的な人気ではありません。テスラが次に見ているユーザー層の変化。これが読み取れます。さらにテキサスでは新しいモデルの生産が加速中、インフレ抑制法の税額控除が効かないモデルであっても、なぜ量産するのか。その裏にある数の論理と価格の論理。 これを掘り下げていきたいと思います。そしてソフトウェアアップデートで追加されるかもしれないのがセンター画面のリモート画面共有機能。地味に見えますが、これはロボタクシー時代の幕開けを感じさせる布石かもしれません。それでは早速内容に入っていきましょう。まず最初の話題は日本のメディアによる FSD のレビューです。FSD、つまりフルセルフドライビングは 現在もベータ版という取り扱いではありますが、アメリカやカナダでは数十万人が使用しています。ところが今回、日経や東京新聞など日本の主要メディアが東京の行動で実際に f s t をテストし、その レポートを公開しました。これ実は非常に重要なステップです。というのも、日本の道路はアメリカと比べてかなり特殊です。狭い、曲がりくねっている歩行者と自転車が多い、さらには予測しづらい交通ルールが存在する。そんな環境で FST がどう 動くのかレビューによりますと FSD は30分のテスト走行中に一度も人間の介入を必要とせず特に急に飛び出してきた自転車に対して即座に停止したという事例が紹介されています。これすごいことです。今まで FSD の評価はアメリカやカナダが中心でしたが日本のような複雑な都市環境でメディアがこれは使えると評価したこれは単なるテストの話ではなく規制の壁を越える 第一歩だと僕は見ています。実際現在、国土交通省は後付け型の自動運転機能の導入を認める方向で制度設計を進めています。 この制度が整えば FSD のようなソフトウェアをすでに販売済みの車にアップデートで導入することができるようになります。つまり、既存の僕らが今持っているモデル3やモデル Y に FSD が公式に使える日が来るということ、そしてこの動きを裏で支えているのがテスラの取締役でもある水野さんの存在です。彼は元 GPIF の CIO であり、日本の制度設計にも強く関与できる立場、 実際 X でもこの動きに関して国土交通省がソフトウェア更新による自動運転の後付けを認めたのは大きいと言われています。これはほんと近々日本において正式な何か大きな発表があるかもしれません。テスラーオーナーの皆さんぜひ期待して待ちましょう。はい。では次に中国市場の話に移っていきます。テスラの中国のサイトでモデル YL の納期が2025年12月になっていることが話題になりました。モデル YL っていうのはロングホ ホイールベースの6人乗りモデルで中国市場限定で登場しました。このモデルが想定以上に売れている。 なぜか、一つは価格です。約33万9000元。日本円でおよそ700万円。ミドルクラスの所得層でも手が届く価格帯に収まっています。そしてもう一つは3列シートであること。これがファミリーユースにぴったりなんです。中国では子供を2人以上持つ家庭も増えてきていて、6人乗りの EV に対するニーズが顕在化しています。この流れはいずれ日本や他の市場にも波及する可能性があると僕は見ています。 例えば、トヨタのアルファードのように、車内が生活空間の延長になるようなニーズ、アルファードほどは広くはないんですけれども、日本でもワンボックスカーは人気なので、ニーズはかなりあるんじゃないかなと思います。そしてそこに EV という要素が組み合わさることで、モデル YL のような車種は、単なる SUV ではなく、未来型ファミリーモビリティになり得るんです。テスラがこのカテゴリーに 本格参入した意味は大きいです。BYD や n オ o などの中国勢も同様の多人数 EV を出していますが、インフォテイメントや FSD、OTA、アップデートの完成度ではまだテスラには及びません。では次にアメリカに戻しましょう。テキサス州のギガテキサスで、テスラは新しい標準モデルの生産を加速しています。 これは先日発表されたモデル Y スタンダードのテキサス生産版であり、価格も4万ドルを切る水準で設定されています。注目すべきはこのモデルがアメリカの EV 税額控除最大7500ドルの対象外だという点。普通であれば売れないと思われがちですが、 それでもテスラは生産量を増やしている。なぜでしょうか僕の見立てでは、ここにイーロンマスクさんの数の哲学が反映されていると思います。つまり、税制インセンティブに依存せずに、自社の価格競争力と製造効率だけで勝てると判断している。ギガテキサスは生産プロセスそのものをアンボックストプロセスで革新し、より少ない工程で コストを削減すする構造になっています価格を下げ、台数を増やし、結果として他社が価格競争について来られない状況を作る。その証拠に GM やフォード、ステランティスなどの大手は EV の投資を 縮小しています。テスラだけが逆に攻めているんです。では最後に地味ですけれども、実はものすごく重要な機能の話です。それがセンター画面のリモート画面共有機能。これは次のソフトウェアアップデートで追加される可能性があると報じられています。車内のスクリーンをピンコート認証で外部と共有できるというものですが、 これを見て僕が最初に思ったのはこれはロボタクシーの布石だということです。その理由は何かロボタクシーは乗員がいない状態で走ることが前提です。その時もしトラブルが起きたらどうしますかユーザーサポートが遠隔から車内のスクリーンを確認操作できる機能が必要になるはずです。そして FST がどんな判断をしているのか これをリアルタイムで共有する必要も出てきます。この画面共有機能はそうした無人サポート社会への準備だと思います。つまりテスラはすでに人が乗っていない車をどう扱うのかという未来を見据えてインフラを整え始めているということではないでしょうか。 はい。ということで、ここまで4つの話題を通じて、テスラの未来戦略を見てきました。FSD が日本で認められつつある今、社会は確実に変わろうとしています。モデル YL は家族と移動する生活を未来の形にアップデートしようとしている。ギガテキサスは価格と生産の限界に挑み、他社を凌駕しようとしている。そしてリモート機能という未来の当たり前を今のうちから整えている。このように、テスラの動きには全て意味があります。 そしてそれは単なるテクノロジーではなく社会そのものを再構築しようとする意志です。僕はこの未来非常に楽しみだなと思いますけれどもテスラの次の一手から皆さんは どんな世界を想像しますかぜひコメントで教えていただければと思います。はい。では最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日は昨日と変わって10ドル以上上げて現在439ドルとなっております。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますのでチャンネル登録がまだなく方はチャンネル登録の の方をよろししくお願いいたしますでは、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた推進です。テスラオーナーの方で自動車保険をどうしたらいいのか悩んでいませんかテスラは輸入車なので修理とかになったら保険料も高くなってしまいますし、保険をどうするかっていうのはテスラオーナーの方にとって大きな悩みなんですよね。でも、そんな方におすすめなのが アークエイドというテスラ専用の保険サービスです驚いたのがドアミラーの破損やいたずらによる傷まで保証されるのに保険等級に影響が出ないというプランがあることしかも保証内容はテスラの特性に合わせて設計されているんです 普通の保険だと高すぎる。テスラに合う保険が見つからない。そんな方は一度アークエイドに問い合わせる価値はかなりあると思います。僕も今年の自動車保険の更新をもってアークエイドに保険を切り替えました。気になる方はぜひ概要欄に僕のサービス一覧っていうリンクがあります。そこからアクセスできますのでぜひチェックされてみてください。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。